んばんは。ありがとうございます。さあ、二枠目やるぞ。そう、さっきのね、あ、ちなみにここにビスを飾りましたこのイベント期間はここにビスを飾ろうと思います。で、さっきの配信でハッシュタグをね、決めました。あ、ちょっと待って、その前にさ、ちょっと待ってすいません、急に配信時間を変えて、ちょっとお仕事の都合でちょっとね、9時半から急にできなくなっちゃって15分遅らせていただいたんですけど、おかげで間に合いました。ありがとうございました。すいません、ごめんね、急で。でもあれだね、前みたいにその星のあれ、時間のとかがないから気軽に15分変えられたほ、なんか捨て星の時間がみたいなのがないからまだ良かったです。すいません、お仕事の都合でちょっと15分遅らせました。でさっきハッシュタグを決めたじゃないですか、みんなで。でね、そのハッシュタグ決めて後ろに貼ろうって話になったじゃない、なったんですよ。でね、終わった後書いたの。でも見てほしい見て、なんかこのすごい格言みたいなこれね、でも後ろに貼ったら見えるよ、ちゃんとちゃんと見える文字の太さにしたんだけどさ、なんかちょっとあまりにも格言みたいな、ちょっとダサすぎて、なんかこれはちょっとビスにふさわしくないと思って貼るのやめましたなんかさ、もうちょっと可愛くね、描けたらよかったんだけど、なんかあんまり可愛くできなかったから受験生みたい本当にそうそう、だからあんま可愛くできなかったのでやめました。でもその代わり、あのウェルカムコメントに書きました。まあそっちの方がいいかなと。まあみんなが見てくれるかどうかわかんないけどわかんないけど、とりあえずそっちに書いたので、そう、あー待って、急にランクアップしてた、ありがとうございます、ありがとう。やっぱね、配信してない間にね、越されちゃうよね。そうだよね、ありがとう、急に1位になっちゃった。いや、そうだから貼ろうと思って書いた。しかもこれ結構書き直したよ、何回かあー、ちょっと文字見えないなって思って何回か書き直したんだけど、あー待って、いつの間にタワー立ってる、ありがとう、ありがとう、いつの間にタワー立ってた。でまた見つけられないんだけどまた見つけられないよ。いつの間に出現したの？見逃しちゃう。待って、見つけられない。え、もう消えちゃったのかな。そんな、え、見つけられない。え、もう消えちゃったの。え、ごめんね、ありがとう。見つけられないよ。あ、もう流れちゃったんだ。ごめん、気づくの遅くて。竹友さん、ありがとう。ごめんね、気づくの遅くなっちゃった。ありがとう。
けたおさん、ありがとう。ごめんね、消えちゃったみたい。それぐらいみんながいっぱい頑張ってくれてるってことだよね。ありがとうございます。いや難しい、ほんと配信イベント、ありがとう、頑張ってねって、ありがとうね、ありがとう、みんなもありがとう、いっぱい送ってくれてありがとう。で、じゃあこの枠はカラオケ配信をしようかなって思います。やっぱりなんか今回のこのビスイベント、まあビスイベントに直接カラオケは関係ないんですけど関係ないんですけど、やっぱさ、フォーティエットグループ全体のイベントだから、しかも私今回 NGT から一人しか出てないので、きっとね他のグループのファンの皆さんも見てくださると思いますしね、いろんな方に NGT48 を知っていただくきっかけにもなると思うので、ちょっとカラオケも、まあ、イベントとは直接関係ないかもしれないけど、NGT48 の楽曲をいっぱい歌っていけたらいいなって思ってます、はい、なので今から NGT の歌を歌います何がいいかな。そう、せっかくねフォーティエットグループ全体のイベントなので、自分のグループの曲をここぞとばかりに歌っていこうかと思ってます、はい、まあ言うてそんなにないんだけどこんなことを言ってしまうとあれですが、そんなにないんですけど、あ、え、待って、イヤホン刺さってないって言われました。なんでイヤホン刺さってないんですか。もうきました。じゃあやります。1曲目はね、これがいいよね。美しいあの街、希望が住むと信じてきた。私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した。してゆく心に似ている、いろんな花を咲かせながら、時には思い悩んで大人になってゆく。遠い山空の下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった。
雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる。いつだって明日は来る。未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に夢が叶うと、その想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。やっぱね、一発目はマックスで行かないとね。というわけで、マックス時315号を歌わせていただきました。今日ね、ちゃんとね、私公演見てたんだよ、一番最初から最後まで。ちゃんと全部見てたから、公演。おかげでしっかり反応できました。なんかまた言われてたなー。じゃあ、失礼いたしました。次はですね、これにしたいと思います。ちょっとね、今回ビスイベントということで、日向さんのセンター曲を歌っていきたいと思います。ドキドキが暴れてる、胸の内側から破るように、君のこと好きなんだ、誰にも言えなくて我慢してた。意味なく全力で走る、わけもわからずに叫んで、心に住み始めた。変なものとどう付き合えばいいのだろう。恋はエイリアンなのか、まさか初遭遇。体のどこかで気配がする、自分とは違う何かがいる。恋はエイリアンなのか、地球外の生物。いつの間にか共存している感情は片思い。キュンが止まらない、息が苦しくなる熱い鼓動。教室に待っていた、隠した切なさに影ができた。あいつも好きだって聞いた、絶対負けないとつぶやく。根拠ない自信とその願望は、木々を揺らす風になった。君はウイルスみたいに僕を蝕んでく、昼間の悪夢にうなされてる。愛した僕がいけないんだね。君はウイルスみたいに急に熱をあげるよ。死んだルーチン探し求めてるワクチンは両思い。誰かから映された。
地球外の生物いつの間にか共存している感情は片思い。これはね、昨日も埼玉スーパーアリーナで披露した何かがいるでした。そう、せっかくねビスイベントだから、ちょっと日向さんの曲を歌っていこうかと思いますので、じゃあ次の曲も日向さんの曲を歌います。どこまで行けば夜明けが見える。暗闇の中で汽車を待つステーション。思い出だけじゃ生きていけない。明日のために愛を探しに行こう。心の羽羽ばたくこと過ぎてくと感じないまま大人になるものか。僕たちはずっと夢を見続ける。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでいるのはどこなのか。今風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない。ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している。青春の群像。都会の暮らし好きになれずに、あれから何度か帰ろうとしただろう。記憶の底甘く苦い。疲れ果てても休めなくて無理したと思う日々。今になってわかることがある。季節は巡り旅は始まる。僕はどうしてゆくのだろう。この羽は自然に動いてしまうよ。季節は巡りたくましくなり、若さは道を切り開く。懐かしい思うのはふるさとを覚えて夕焼けの美しさ。行ったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街。窓の景色は変わらない。眺める自分だけが変わった。大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る。心の羽羽ばたくこと過ぎてくとき感じないまま大人になるものか。僕たちは今どこにいるんだろう。
の風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない、ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している。青春の群像を今にいるか諦めるか。これもね、昨日の埼玉スーパーアリーナで披露させていただいた渡り鳥たちに空は見えないなんですけど、そう、この曲が1曲目だったんだけど、久しぶりにね、コンサートぶりかな、サマーコンサートぶりに渡り鳥を披露しました、昨日は。はい、よかった、ラップのところ言えました言えた。すごいよね、埼玉スーパーアリーナでさ、日向さんが飛ぶのすごいよねそう、私はね、今回リフト隊じゃなくて本来の天使組だったんですけど、そう、私は今回リフト隊じゃなかったです。サマステの時にリフト組やったかな。そう、やりました。でもすごい、昨日のその埼玉スーパーアリーナマックスやらなかったんですけど、でもね、すごいその分渡り鳥が好きになりましたっていう、なんか SNS のコメントだったりを見かけたので、なんかね、リカさんがなんかマックスのアンサーソングってこの曲を言ってたんですけど、なんかそんな風にマックスと同じくらいね、なんかこう浸透するいや、めっちゃいい曲なので、めっちゃいい曲なので、いろんな方にね、知っていただけたらいいなって思います。この曲が、そう、あんまりでもね、披露する機会がないからあれなんだけど、そう、でも嬉しいです、この曲の良さをいろんな人に気づいてもらえててか衣装がめっちゃ好きなんですよ、私、渡り鳥の。なんか昨日は渡り鳥の衣装だったからめっちゃ嬉しかった。私 NGT の中でなんなら一番好きかもしれない、渡り鳥の衣装めっちゃ好きです、それぐらい。なので嬉しかったですっていうじゃあまたこちらでみんなさっきこっちが先に来ると思ったよね。私の中で日向さんイコール渡り鳥になっちゃってるから渡り鳥先に選んじゃった。風が止んでしまった日はなぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないままクラスメイトの一人で仲悪くなんてないけどそんなに親しいわけでもない。誰にも相談できずに遠くから思ってるのに一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか Oh yeah, oh yeah 春はどこから来る
思議じゃないか。木枯らしに凍えてたのに、ある日突然気づくんだ。数学らの桜の木がいくつか芽吹いていることに、そういう感じでやってこないかな、僕たちの春。風はやがて吹き始めて、何か思い出したように、裏の電間違った洗濯物も揺れてる。地球は回っているから、季節はまた巡るだろう。君は何度も好きになって、何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ、知っておきたいよ。何にも気づかないなんて、もったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春、制服の肩に桜の花火。始まるのだろう、いつの間にか好きになってる。どういうきっかけかなんて、いつだって覚えていないし、少しずつ惹かれてく途中、ちゃんと見ていたかったのに。見上げた桜はいつも満開だよ。気づいたら春はいつ頃来るのだろう。できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんて、もったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春、ちょっとさっき間違えました。2番全然やんないもんね。風はやがて吹き始めて、何か思い出したように、裏の団地のベランダででした裏のベンチのベランダでって言われちゃった。裏の団地のベランダでした。ベンチのベランダってなんだ間違っちゃった。え、だってさ、 N3 のさアンコールでやってた時以来、多分2番なんてやってない、春どこ懐かしい。 M3 公演の時やってたアンコールで、最初ここでいつもマリナさんと目が合ってたっていうウラの団地のベランダで洗濯物も揺れてる。あ、これもあったね。一人で歌うには過酷すぎる曲2ぐらいいや1位かな、なんだろう大好きだよ、夕日に向かって叫べ。大好きだよ、大きな声で叫べ。大好きだよ、海まで走って叫べ。
切なくて苦しくてどうしようもないことって時々はあるけれど、いつもとは違う胸の奥、こんなにも溢れ出す感情は人生で初めての経験かもしれない。コンクリの防波堤によじ登って僕は立ちながら、今自分の熱い気持ちに素直になる。大好きだよ風に向かって叫べ、大好きだよ力の限りで叫べ、大好きだよ波を倍上に叫べ、大好きだよ腹の底から叫べ。純情とは僕らしい正義だ、そんな恥ずかしいことか、キラキラと輝く恋心寄せて若い愛しさよ。と目が合うだけで何も言えなくなるんだ、そこいはいつだって臆病にさせる、教室の片隅で見つめるのが精一杯、ため息をついちゃえば諦められるのかな。太陽が水平線に沈みながら僕に教えるよ、今日やり残してしまったこと明日やろう。大好きだよ君に向かって叫べ、大好きだよ勇気を出して叫べ、大好きだよ正々堂々と叫べ、大好きだよ結果を恐れず叫べ。青春とは今だけの正義だ、何をためらってるのか、失敗をしながら学ぶもの、後悔なんて残すなよ。純情とは僕らしい正義だ、そんな恥ずかしいことか、キラキラと輝く恋心寄せて若い愛しさよ。純情しか生き方を知らない、僕は僕らしくやるよ。誰かから背中押されなくてもいつかはちゃんと言えるはず。大好きだよ夕日に向かって叫べ、大好きだよ大きな声で叫べ、大好きだよ海まで走って叫べ、大好きだよ一人ぼっちで叫べ。この曲ほんとに一人で楽しいのよね。ほんとどこで息吸ったらいいんっていう曲。一人でやる曲ではありません。本当に感想しか歌わない、逆だ。熊田は秋田ありがとうございます、ありがとう。そう、歌ってるとね気づけないよね、ありがとうね。ピピピピピ、ありがとうライトさん、ありがとう。
まだいけそう。45分までだもんね。まだいけそう。次は何がいいかな。これは結構、これはこれは結構さ、どうなんだろう、これにしてみよう。どこかで泣いてる日暮らしは何かの秘密を知っている。沈む夕日に隠れて君はどこにいる。古い石段駆け上がって僕は一人探していった。ここにいると聞いた場所は薄暗い森。君の名前呼んでみても緑の木々揺れるだけでまとわりつく湿った風、汗があふれる。それは恋と呼べるほど確かなものなんてないけど、この胸の切なさを君にそう伝えたかった。今すぐ会いたい人がいる。諦めたくない時がある。道に迷っているなら見つけてあげたい。どこかで泣いてる日暮らしは誰かの思いを知っている。やがてあたりは暗くなり僕を急がせる。次の提灯が社近く息を潜める。空の端にきらめくのは一番星か。誰もいない坂の道は先が見えず不安になるよ。つき始めた街明かりが教えてくれる。それは淡く消えそうな君への愛しさだったけど、探してるそのうちに本物と気づいてしまった。もし今会えたら言えるだろう、自分の気持ちのそのすべて。道に迷っていたのは君ではなかった。どこかで泣いてる日暮らしはこのまま帰っちゃいけないと。僕を引き止めてるのか君はどこにいる。今すぐ会いたい人がいる。諦めたくない時がある。道に迷っているなら見つけてあげたい。どこかで泣いてる日暮らしは誰かの思いを知っている。やがてあたりは暗くなり僕を急がせる。この曲ね、最後首をフンってやるんだけど、
一生揃わないのみんな。めっちゃツアーの時苦労してた。絶対にこの頭上げるの揃わない。懐かしいですね。わかる。もうなんか去年のツアーのせいでさ、変なこの曲に変なイメージがついちゃっててさ、お蕎麦食べてたりとかさ、太鼓叩いてる人がいたりとかさ、なんかもう変なイメージしかないこの曲にもう。ね、わかる。でも今日ちょっとさ、ちょうど髪をさ暗くしてきたからさ、ニパーってできるかもしんない。ちょっとね、ちょっと前髪パッツンだし、あの巻いてなきゃ。鬼ストレートだったら鬼ストレートだったらニパーって言えたかもしんない。懐かしいですね。え、あと何がいいかな、次。うん、そうだね、これとかどうかな。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう、だから今は好きなように歩きたくなってきた。なあなあ、決めたこの道は遮るもの何もないから、風は強いけど見晴らしがいいもんだ。行きたい場所へ行けると今日まで信じてきたのに、それが幻想で気づいてしまった。世界はどこも立ち入り禁止、夢の終わり、何が待ってるのか知りたい。いつか大人になるんだ、嫌だって拒否しても世間なるよ、嘘だってついてしまう、だから今は好きなように歩きたくなってきた。なな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 、大切だと学校で教えてくれたよ、だけどそれよりも価値あるものって何？お金じゃ買えない幸せ、この世の中にはあるよね。それを具体的に聞いてもいいかい？理屈が少し矛盾し始めた。どこへ逃げる？聞き分け良くなって咲いて、いつか大人になるんだ、嫌だって拒否しても世間体を気にしながら建前言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。
歩きたくなってきた。ずっと子供でいたいよ、現実を見たくない。汚れてゆく自分なんて絶望するだけ。僕はバカで構わない、賢くなりたくはない。ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくれ。懐かしい、これもとっても思い出の曲大好き。そう、スモアでも、まあ私やってないけどスモアでもやってたし、そう、日向さんもオリメンだしと思って歌ってみた。あと何曲いけるかな。45分もでしょ。あと10分中2曲ぐらいいけるかな。じゃあ、あと2曲ということなのでこれを歌います。まあ、どうしようかな。うん、こっち先でいいか。ダダ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 。ほら、何度も見たことのある雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ。遠い町へ引っ越すなんて突然言い出すから胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや別に言葉にはできない I love you。 幼馴染はなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい。このままでさよなら、我みんなさそうに、そげな元気でな引き止められない、涙が出そうだから。ねえ、虹に願いを言ったらいつの日か叶うのかな。君ってさいつでも変なことを昔から思いつくよね。流れ星と違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕に許そうと微笑んで、いつか会いに来て。それってどういう意味？どこかへ行ったって会いに行く、ずっと前から大好きでした。恋と気づくには近すぎたね、こんな関係
壊したくない、抱きしめなきゃ悔やむのかな、友達で終わっちゃいそう。一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この時流せば後悔の日々、どうするこのままさよならか、そうちょっと待って、言葉にはできない I love you だから、いきなりキスしちゃいました。言葉にはできない I love you、 幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままでさよならかな、今日みんなさそうに影の元気でな、引き止められない涙でそうだから。やっぱね、最新の曲歌っとかないとね。てか個人的にめっちゃ好きなので歌いました。今日はめっちゃうまくいったんじゃない、セリフも超完璧だったよね今日。イエーイ。ちょっとでもあと1曲できそうなので、あと1曲やります。もう超特急でやっていかないとね。あと1曲歌ってランキング読んで、ここの時間は終わりにします。じゃあ最後、なぜ季節は気づかないうちに変わってるのかな、街の景色も花たちの香りも着替えている、元気だったかい、何をしてたの、久しぶり、君らしいシャーベットピンク、似合ってるスカートの色、そよ風に裾ひるがえし、可愛すぎる人と待ち合わせた。工事してた鉄骨のビルが完成したのか、人は誰でも目の前のことしか見てないんだね、少し痩せたみたい、髪を着たせい、大人太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる、横断歩道駆け寄ってきた今でも好きな人と、やっと会えたホリデー、愛しさはシャーベット
わけでラストはシェフィでした。やばいやば、もうランキング読まないと。ありがとうございます。じゃあとってもいい時間なのでランキングを読みますと、13位島風さん、ありがとうございます。12位超快速さん、ありがとうございます。11位ヨッシーさん、ありがとうございます。10位ビートたけしさん、ありがとうございます。9位ポールのうさぎさん、ありがとうございます。8位ゆうとさん、ありがとうございます。7位かずみなさん、ありがとうございます。くまたわも、ありがとう。6位でんはやさん、ありがとうございます。5位たけともさん、ありがとうございます。たわも、ありがとうございました。4位ライトさん、ありがとうございます。くまたわも、ありがとう。3位ほしーさん、ありがとうございます。2位ゆうきさん、ありがとうございます。1位チェリーさん、ありがとうございます。はい、めちゃくちゃ最後急ぎ足になっちゃったんですけど、続いてはなんと15分後ですちょっとさっきね15分伸ばした分ちょっとこっちにツッケが回ってきまして、この後15分後にまたすぐ配信しますので、ぜひ、あ、そうだ、ちなみにこの後15分後はですね、なんとあの企画をやりたいと思います。なんとあの企画でが帰ってきますので15分後にお待ちしておりますありがとうございました。また15分後に、ありがとう何か言いかけたんだけど忘れちゃった。また後でなんか言おうと思ってたんだけど忘れたから、後で言えたら言うねありがとうございました。すごい、あ、思い出したけどちょっともう時間になっちゃったから後で言うね15分後に思い出したのに、またね、ありがとう。